晩酌にしますね。これは大わさび、これをね、こと、サザイ、卵焼き、クリームの漬け、そんなもんで晩酌していきたいと思います。最初はやっぱり大わさびは、醤油をちょっとね、垂らして。 年取ったことは、うまい。毎日蒸しますね。蒸し暑いですね。今年は雨も多いし、本当ね、なんていうか、そんな他人がね、どうのこうのいう話じゃないんですけど。
ひどいですね。学生時代はね、毎年懇親に栄養崩壊の実習があって、帰る時間を船の上で過ごしてたんですけどね。初めて船に乗った時の感想はね、食事はあまりにも貧しいとですね。それまあ、今日は一人しかいないところへ持ってきて、通常の乗組員以外に実習の学生が何十人と乗ってくるわけだから、手の込んだものなんか作れないわけじゃないですよね。で、最初の食事っていうのは、もう印象に残ってるんだけども、ご飯でおかずが、カツオのフレーク。ツナフレークじゃなくて、カツオのフレークね。たくあん。そうめんが一つだけ入った味噌汁、こんだけ、こんだけか。食器は食べた後、自分らで海水で洗って、最後は真水で注いで返すんですけどもね、もう腹減ってしょうがなくてさ。でまあ、こんな梅雨の雨が多い時期にお店でるもんだから、ちょうどね、印象にあるのは伊勢湾に入って底引き網を流してたんですよね。そしたらね、通り過ぎるフェリーがみんな手振ってくれるんですよね。なんかあれは嬉しくて美味しかったな。でも10日も上陸できないと、ああもう陸地に上がりたいってなるんですよね。で、あるし、エンジンが止まったなと思って、なんだなんだって言って、外で見たら、陸地がすぐそばにあるんですよ。車のヘッドライトが見えて、車走ってる。当たり前のことなんですけども、車に感動しちゃってね、まあその翌日は上陸できて、船頭に入れたんですけどもね、もう水は貴重なんで、シャワーとか、そういうのはないんですけども、トイレの水も海水だし、しかしね、コロナ大変でしょうね。コロナウイルスね、あの交通システム旅行したら援助しますよっていうのね、あれはまだ早いんじゃないかなと思うんだよね。特に京都とか奈良には観光客を押し寄せるんじゃないかなと思って、逆にコロナの感染を増やしちゃうんじゃないかななんて思うんですけどね。感染、東京がその状態だと、それはまだ早いんじゃないかなと思うんだけどね。と僕は思いますけどもね。どうしようもないしね、そんなこと言っちゃって。これ、いい音するんだ。シャクシャクしてる。昔ね、会社の研修が1週間だったのかな、朝から夕方まで、ね、で昼ご飯はこの研修棟で食べるんですけども、たまたまね、僕の隣に若い女の子が座ったんですよ。でまたおかずに納豆があったんですよね。納豆だ、まあ、僕は平気でずっと食べてましたけど、まあとにかくそりゃくんが好きな俺としては隣の女子に非常に興味があったんですけどもね、静かに食べてるんですよ、静かに。その時ね、一瞬ずーって言ったんですよね。あ、来たー、おい今日ナイスって思って、その咀嚼行為のおかげでその日は快適に過ごせましたね。いや、研修だったんですけどね、唯一楽しい研修でした。何言ってんだよな、本当に。
今日ね、大朝イカに行ったんですけども、ハマグリの方は小さいんだよね。東京のお寿司屋さんのね、名人の人がいるんですけども、もう日本に今そんなハマグリはないって言うんですよ。確かに今日見せたら、もう大朝より小さいアサリみたいなハマグリを売ってるんですよね。もうそんだけ取れないって話なんですよ。怖いっすね。入ってるじゃん、これ。歯がガリガリ入ってるよ。砂がすごいな、今日のアサリは。まあでも、美味しかったし、サザエもすごいうまかった。一個はちょっと長め取れなかったけど、うまかったな。これね、バターなんだけど、昔ね、旅行した時に、サザエのつぼ焼きも、バターごと食べて、その日は、ひけいれんを起こして、とんでもない目にあったから、もうバターを食べないようにしています。開けたら夏休みモードになってるから、学生さんとかは楽しみなんだろうけども、まあ夏といえばお化け屋敷でしょうね。お化け屋敷、過去にも行ったことあるんだけど、俺バイクが好きでね、バイクでよく走ってたんですよ。そしたらね、バーンって言ったら前をね、何か横切ってたんです。ビューッて直線で50メートルぐらいあったかな。ピューッて横に走ってたんだけど、それがね、鎧着てるんですよ、これ。鎧。昔のね、チャンバラ、戦国武将とか、みたいに、鎧着てるんだけど、下半身が裸なんですよね。あまりにもね、びっくりして、止まって、見ましたもんね。どこ行った？でも、こっちは山なんですよ。新人になってて、何も見えなかったんですけどね。運動しはしない。下半身すっぽんぽんで、上はもう鎧着てるんですよ。友達見たんですからね。俺、友達に、俺今日もバイク走ってたら、鎧着た下半身裸の男が横切ってんだよな。って言ったらね、お前それ鎧プレイだよ。鎧プレイとかあるの？知らないけど、あるんじゃないの今の時代。まあ、何でもありの時代ですから、鎧プレイもありなのかもしれないけど、あれはびっくりしたな。別に怖いとは思わなかったけどね、下半身裸だったから。あれはでも謎だな、俺的にはね。まあでも、コロナはね、蔓延しますんで、東京でも毎日もう数増えてますしね、感染者の数はね。だからもう、地方に言うからって、安心してられない状態でしょうね。だから皆さんも気をつけて、マスクつけてね、感染には気をつけてください。
ぬか漬けうまい。最高だね。見向きもしなかったんだけど、この日になると美味しく思えるな。食べる量がもう圧倒的に違いますからね。大学の頃自炊してましたけど、一日7個食べてたんですよ。外食ついたら持たなかったろうな。でもね、不思議なことに7本も食べてて、あんまり太らなかったんですよ。っていうか、そんなスタイルは、まあもともと小太りでしたけど、小太りに変わりはなく、体重の圧倒的な増加もなくね、まあ不思議なもんですよね。今じゃ1日2合くらい、本気になれば2合飯食えるけど、まあ、そんなことで無理してもしょうがないしな。また圧縮弁当、野外飯はやりたいと思うんですよね。まあ、それはそれでまた夏ごろになるかな。今日はサザエ1個が残念なことだったけど、まあ美味しかったな。おわさりも歯にね、砂がジャイって言いましたけども、こんなところでしょ。庶民の楽しみは。今日も一日お疲れ様でした。ごちそうさまで。